このアビメは珍しいな、トイック変わったな。やはり最新傾向の分析は必要ですね。発表します。さあ、始まりました、マチャチャンネル。さあ、やってまいりました。第258回、トイック公開テスト、トイック、公開テストの結果を発表したいと思いますね。12月6日になりますね。来ましたよ。はい。開封していきたいんですが、まずね、去年、2020年ね、最後になるわけですけども、2020年はまあね、トイックほとんど中止だったんですけども、1月12日のトイックでね、89回目の満点を取ることができまして、そっから9月13日まで来ましたから、ね、本当に大変でした。で、9月13日のトイックで90回目の満点を取ることができたっていう感じですね。もう100回に向けて、よっしゃ !2021 年で達成するんだって向けてね、で、頑張って取っていかなきゃっていう年だったんですけども、全然ね、9月までなかったと。で、その後10月4日のトイック受験では満点を逃しました。取れなかったんですよ。まあね、できたと思ったのにダメだったっていうね、意外。ね、汗だくでね、マスクびっちゃびちゃになりながら受けた回でしたけど、それでもいけると思ってたんですけどね、ダメでした。で、11月15日のトイックでまた満点取れた、91回目の満点が取れたって感じですね。回線車がすごい大きい音出してリスニングが中断になったっていう回ですけども、まあ満点取れてました。まあその分リスニングがやばかったですけども、はい、リンニングは全問正解してたんですよね、確か、記憶が正しければ。そんな中、92回目、さあ最後のトイックは一体どうだったのか。2020年1、2、3、4、5、5戦して、果たして最後の戦いは満点が取れたのかっていうのをね、見ていきたいと思います。あ、で、まあ、これ、金曜日に今動画出てるんですけども、1月10日の方は、僕は申し込み忘れちゃいましたから、受けられませんが、受験される方ですね、3人の方が出てくれるということなんで、午前受けた人も、午後受けた人もいらっしゃいますので、ぜひね、6時からの反省会、ライブやりますので、楽しみにしておいてください。はい。それでは、いよいよ見ていきたいと思いますね。どうだったかな、12月。だいぶ早く終わったって言ってますね。なんか、そうなんだ。じゃあそのだいぶ早く終わったトイックはどうだったんでしょう。あー怖い、うわー、もう痛くない、怖い怖い怖い。では2020年の最後のトイックですね、果たして何点だったのかを見てみたいと思います。発表します。こちら、うーお満点、よっしゃー、よかったということで、92回目の満点ですね。よし、いつもね、コメントには嬉しくなさそうとか、リアクションが薄いとかって書かれますけど、いや、これかなり喜んでるんですけどね。やった、92回目達成しました。ということで、2020年は5戦5回受けて4回満点ということで、4勝1敗、4勝1敗っていうのも長いんですけど、で、迎えるじゃないか、終わらすことができました。いやー、よかった、緊張した。で、いよいよですね、これだけじゃなくて、でもう満点だからもう見んのやめたとかってね、なる人多いんですけども、僕らにとってはそのもう満点はあくまで過程でしかないと思うんですけど、満点はあくまでこのステップなんで、そうじゃなくて全問正解できるかっていうのがやっぱ勝負なとこなので、見ていきますね。アビメ、アビリティーズメジュールっていうですね、正答率ですよ。ここが重要になってくるわけですよ、私たちからすると。ではいきます、アビメ、まずはリスニング。ドゥン、はい、100 95 100 100 100、あー全問正解ならず、またリスニングか。うそ、何を落としたよ。長めの会話、ナレーションなどの明確に述べられているものを基本的な文脈を理解、推測できるか。うわー、あー、58で平均がだいぶ低いね。はい、続いてリーディングです。はぁ、悔しい。あ、100、100、100、はぁ、全問正解じゃない。いやー、2回連続リーディング全問正解ですね。うわー、マジかー。トイックわかんない人に言うと、リーディングの方が全問正解難しいんですよ。いやー、リスニングの方が、あ、僕にとってはですね、僕にとってはリスニングの方が全問正解簡単なんで、うわー、そうか、悔しい。
で、トイックで全問正解じゃなくても満点なんで、そうです。全問正解しなくても満点出ます。だから、リスニングに関しては3問とか間違っても満点のことよくありますし、リーディングはまあ1問ミスか全問正解ですね、大体ね。うわー、悔しい。まあそう、リーディング一番余ったんです。ものすごい時間余ったんで、解き直し何度もできたんで、うわー。まあ詳しくはね、感想のところを見てもらえればいいと思うんですけど、動画ね。で、アビリティスメジャーの見方のね、動画も毎回ね、紹介しますけど、出ておりますので、そこも見てほしいんですが、まあ一応分析していきましょう。短い会話のナレーションのところ69。おー、要点目的はそこまで高くないかな。びっくりした、この長めの会話のアナウンスの中で明確に述べられている情報をもとに要点の目的、基本的な文脈を推測できる。あ、推測があるからか。まあ確かにパート3、4ですね。レベルが上がったと思いますね。場面がね。で、それに対して短い会話、アナウンス、ナレーションなどにおいて詳細が理解できる。78、高いですね。で、長めの会話、ここはやっぱり高めに出ますね。まあどういう問題なのかっていうのはぜひ、アビメの動画見てください。長めの会話、アナウンス、ナレーションなどにおいて詳細が理解できる。71%。詳細系はやっぱ高いですね。で、フレーズ、分野、話の目的が暗示されている意味が理解できる。まあここはやっぱり一番難しいんですが、今回は 60% なんで、二つ目の項目より高く出てますね。どうなんでしょう。パート2の問題結構できるようになってきた人多いんですかね、変化球ね。まあ、ぜひ僕の参考書も出てますが、パート2のね、変化球、直接的な返答じゃないやつね。これは厄介ですんで、ここをぜひね、攻略してください。で、続いてリーディングですね。いやー、全問正解もったいない。おしなべって低い感じだな。どれもズバッとこれが低いっていうのはないね。文章中の情報をもとに推測できれば 59%、で、驚くべきなのは2個目でしょうね。文章中の具体的な情報を見つけて理解できるって、これ簡単なこと多いんですが、56でここが一番低い。どうした？これ珍しいですね。普通は1番目と3番目が低く出るんですよ。3番目は一つの文章の中でまた複数の文章間で散りばめられた情報を関連づけることができるっていうね。この情報を照らし合わせるので難しいんですよ。で、1個目は推測しなきゃいけないから難しい。だけど、2つ目は具体的な情報だから高いことが多いんですけど、低い。トイック変わったな。で、語彙が64で文法が65。かなり文法も低いですね、65っていうのは。まあ、確かに語彙問題、文法問題ですね。難しいのがちょこちょこあった。すごく英語ができる人からすると全然難しくないんだけども、こんなん知らないよって、ね、普通に勉強してきてる人にとっては、わかんないですけど、こんなんみたいなのが出てたっていう印象ですね。なるほど。このアビメは珍しいな。だいぶ変わったな、トイック。こんな風に出るんだ。一番低いところがいつもと違うって感じになりますね。やはり最新傾向の分析は必要ですね。変わる試験なんでね。ちゃんと分析していくことっていうのは大事になるかなというふうに思いますね。なんで、ぜひ、受験される方はですね、反省会ライブありますので、そちらの方を見て参考にしていただければと思います。はぁ、悔しいなぁ。まあ、またこれからね、頑張っていくしかないですね。頑張ります。今年も、2021年も満点たくさん取っていきたいと思います。